はい、こんにちは、ひかりです。今日はね、ハードオフお買い物中動画をね、久しぶりに撮っていきたいと思います。っていうか、もう撮ってます。はい。で、撮ってきました。はい。いやー、最近ね、ハードオフ、なんかね、また俺の中では熱が上がってきてね、楽しいんですよね。うん。でね、今日もね、お買い物行って、まあ、いろいろね、ハードオフお買い物中動画ってね、見てて楽しいんですよね。あ、これ8ミリビデオのデッキ。 これ、まあまあ売り残ってるかな。1ヶ月以上ね。リモコン確か付いてて、まあ、1080円ってちょっと高いなと思って。540円とかでさ、なんかありそうだもんね。絶対あるよね。で、この辺、ビデオデッキとかがあって、DVD プレイヤーとかがあって、まあまあ、ちょくちょく入荷するけど、ここはね、あ、これね、108円でビデオデッキもあるんですよ。最近ね、結構108円のビデオデッキがね、売れ残るんですよね。すぐ売れてたんだけどね、前、この店舗はね。 でもね、店舗によってはね、108円のビデオデッキがね、ザラにあるところもあります。ここはこの1個だけだったけどね。で、まあ、DVD プレイヤーもね、いくつか入荷したり売れたりなんだけど、まあ、結構 DVD プレイヤーはリモコン付き動作 OK のやつで、まあ1000円前後のやつはすぐ売れていくね。多分、家で使うのが結構便利だもんね。まあ、売るのかわかんないけど、なんで LD プレイヤーは入荷してましたね、うん。日付から言って結構、あの、最近なんだけど、まあちょっと値段が高いっていうのと、まあ、 あのピックアップレンズでなんか直りそうなんだけど、まあ1000、いくらだっけ、ね、割と高めで、しかも、あの、リモコンがなかったんでね、リモコンがないのはね、もういらなくて、リモコンなしはね、もう持ってるんですよね。だから、これからは LD プレイヤーはもうリモコンをね、重視していきたいと思います。リモコンだけ別で探すの大変なんだよね。まあ、ネットで買うのが一番リモコンは楽なんだけど、うん、だからね、ねリモコンだけはね、どんどん背取りの人にやってほしい。 でどんどんネットで売ってほしいそうすればさ検索してあの買えるから楽なんだよねそうそうリモコンの背取りだけはねほんとね背取りっていうか転売だけは本当ねいいと思うあノートパソコンも入ってましたねうんそうそうリモコンは助かるよね結構ねリモコン売ってる人もいるしねあ今108円のスピーカーとか結構売り残ってますよダイソーの300円スピーカーはすぐ売り切れるのにハードオフのもっといいやつが100円であっても売り残るっていうね、まあ、不思議ですねでレトロゲームコーナー ジャンクセクション。セクションか分かんないけど。はい。ねこうね、まあ、中田秀がいたりしてね。ここね、これ、もうちょっと行けょ行けこれだダイアントスマッシュブラザーズゲームキューブ540円で、ね、結構売れ残ってますね。もう半月ぐらい売れ残ってるかな。ここね、でもね、やっぱ64はね、あんま入ってこないね。うん、もう同じようなポケモンのなんか似たようなやつとかさ、こういうね、野球ゲームとか、あんまりなんかこう、ファミスタみたいなやつとか、あんまりなんか強いタイトル的に珍しいのが一切ないね。 入荷しないそもそも。ずーっと一緒。入荷しても同じようなのばっか。で、これね、ミニ四駆の箱はそっくりだよね。まあ、これは売れ残ってたやつで。今日はね、こう、スーファミも見てるんだけど、新入荷がゼロでしたね。うん。えっとね、4日目ぐらいに1回行ってるんだけど、うん。まあ、土日挟んでるからね。まあ、入荷して売れたって可能性もあるんだけど、うん。そうだね、スーファミはちょっと今日はなかったかな。いいのが。うん。まあ、入荷しててもあんまりいいのがジャンクに来なかったりするからね。 いいのが入荷しても中古の方に行っちゃったりするからさまあいいんだけど中古は中古で楽しいんだけどねあ今日はね一応ジャンクをメインに、えー、お買い物中動画撮影しました、うん、だからおもちゃコーナーとかは今日は撮影はしてないですねまあ見ては来たけどねちょっとね買おうか悩んだんだけど今日はやめちゃったおもちゃコーナーはでまあレコードが最近ねこ,こねちょっと前にね大量入荷したみたいでいろんな大人が漁ってて僕もね実際買ってるんだけどもうみんな やっぱみんなレコード好きなんだろうね。おじさんたちがめっちゃあさってて、もうだいぶいいのはなくなったのかなって感じはするんだけど、うん。まあもうね、新入荷の方がないね。ないっていうか、あの11月にはまだ何も入荷してないから、まあ、もうちょっと今行ってもみたいなとこなんだよね。うん。あとね、レジ前に結構ね、あのジャンクのレコードとかまだありましてね、300円とかのやつはね、100円はここなんだけどね。で、まあ、プレツなんだけど、プレツもここはね、ちょくちょく入荷しますね。 1> 週1ぐらいでね、なんか、うん、5、6本は入荷するんじゃないかな。ね、いろいろあって、面白いですよね。プレ2はね、僕の環境でゲーム実況ができるので、まあ、いくらあってもいいかなって感じで。まあ、またね、ゲーム実況もね、やりたいなと思ってるんだけどね、なかなか機材揃えるのがね、うん、いろんなゲームがあって面白いんだよ、プレ2は。で、ここにあるの108円で売れ残ってる、正直買わないゲームばっかだけど、遊んだら楽しいよ、戦国無双とかさ、これの,のパチンコとか動かない。あ、パチこれ。 プロレスかまあ楽しいんだよね、絶対。うん、いろいろあるね。デビルメイクライとか。まあ持ってるかなみんなのゴルフ4とか絶対面白いからね。これ100円で買えるとかマジ神だからね。で、まあ、モンハンばっかだな。PSP は。で、ここら辺も今日はね、ちょっと入荷なかったから、まあ、ときめきメモリアルはね、あの欲しい人は買って、持ってない人はね、買ってもいいんじゃないかなとは思うけど。 まあ僕はまあ持ってるのでみたいな100円なんでねもう全部100円だねほとんどたまにね電車に5とかが入ってくると500円とか300円とかになるけどうん結構電車に5とかが入ったらラッキーだよね結構ねこの辺のジャンクで100円ばっかなんだけどたまに300円とかで入るとそれがラッキーな場合があるここねまあいろいろあるんだけど今日はねゲームボーイはあんま入荷してなくてあこれかな唯一これ持ってるんだよねああもうこれ10月にかか ハムトロスまあ箱入りで100円とかもきかあるからねでこれね DS 系のソフトがね結構入荷してましてスティッチねいいねこれいいねこれっていうまあぶっちゃけ買ったんだけどこれは <laughs> これ今回の唯一の購入品うんスティッチうんまああとはねまあ新入荷はあったんだけどこれね謎のソフトね100円なんな何も書いてないっていうね買おうかなとも思ったんだけどまあまたねネタに本当に困ったら買うわあこれとかも新入荷かなワンピースのギガントバトルかなうん さあ、そして、まあ、あとは、そんなにね、まあ PS、PSP とかも入ってはないこともなかったけど、あんまり、うん、グッとくるのがないっていうか、まあ、そんな感じで。で、ここね、まあまあまあ、プレス3はね、なかなかいいのないよね。で、まあ、マリオカート。これはね、かなりお買い得だと思います。持ってない人は。うん。300円のマリオカート。マリオカート結構た、全部高いからね。100円から300円だったら、マジラッキーみたいなとこあるよね。 まあ、前ね、ワンダーグーとかだと50円で売ってたんだけどね。うん、で、ここはね、あのー、ゲームのえ本体とかコントローラーケーブルあたりですね、ジャンクのね。まあ、今日はね、特にちょっといいのはなかったかなとかうか、まあ、これの、ね、黄色い、えー、64のコントローラーとかになる、64だよね、これ。まあ、これはね、300円とか、まあまあ、あの持ってないっていうか、必要な時はね、ここで買えばいいと思います。はい。この青いの、まあ、ちょっと色がねあの焼けちゃって、焼けちゃってるんだけど、まあ、300円ならね、多分動くと思うし、うん。 寒いけんならね、三ぐらい買えばね、900円で1個ぐらい動くでしょ。うん。大、ま、体、あ、動くしね、任天堂の製品はね、あの、子供が扱うようだかと思うんだけど、丈夫なんだよね。そう。でね、今探してるのはね、DS ライトの充電器を探してるんだよ、100円とかで。なかなかなくてね、中古とかではあるんだけど、ジャンクにね、やっぱ来ないね。DS ライトの充電器は。うん。これね,ね、えー、これとかね、AR ガンね、これ100円だったんだけど、これいいよね。 遊べるよ前商品提供で紹介したやつとかもあるんだけどうこういうのもねハードフあるからね、うん、謎のやつとかあって謎のやつとか結構あって面白いよねこのね勇者の剣みたいなのずっと売れ残ってるけどさ袋詰め替えてさなんか値段下げで売ってほしいこの辺の Bluetooth のいこわかんいやつとかいろいろあってうんねなんだなんだあーこれねどうもかしこもおかしい PSP ね <laughs> こういうのもねうまいこと動画にすればねウケるんだけどその技術がないもので今のも新入荷だけどまあありきたりでここねあの結構うんあのー、攻略本が100円とかで安いんだけどあんま入荷してなかったね今回てか最近あんま入荷しないなここ一時ねバンバン入荷してて結構買ってたんだけどね マリオのやつとか100円であったりしてはあの、前動画にもしたんだけど。うん。で、まあこういうね、保護フィルムとかね、入荷したてとかで結構いいのがあったら、結構お買い得だったりするから、そういうのもチェックした方がいいと思います。で、これがゲームキューブのコントロール。ゲームキューブのコントロールは300円は別に安いと思うけどね。シルバーだし。まあケーブル類で。これ辺のね、これファミコンだっけの AC アダプターだよね。まあ300円安いんじゃないかな。 まあでも最近よく見るな。100円でも見るな、結構。俺はね。一時全然探してる時なかったんだけどね。で、ちょっとカット割りが、カットっていうか、何アングル、アングルなんつうの一回カメラ止めて、またつけて。ほんで、こういうね、ここはね、この、携帯のね、木品っていうさ、展示用のさ、偽物の携帯とか売ってる。これね、ダイソーのものが100円とかでも売ってるけど、たまにそういうのが掘り出し物あるからね。全然店頭にはないけど、ハードフにはあるみたいな。うん。 まあ、VHS コーナーがあったりしてうんここね前いった時ねベータテープが結構ね頻繁に入荷してたんだけど最近はちょっと VHS は入で,でもね VHS すらもう扱わない店舗も多いぐらいだからここはね全然あ,のありがたいですねうん VHS をね扱ってくれてるだけでありがたいしかも全部100円だし結構入荷するし頻繁にうん だからみんな家にある VHS ね、あの、自分が録画したやつじゃなくてね、こういう市販品のね、あのやつはね、どんどんハードオフに持ってってほしい。あの VHS を扱ってる店舗にね。そしたら僕が買うから。で、これカセットテープとかもね、必要な時は必要なんだけど、価値がわかんないんだよね、もう。ここまでまた勉強しだすとさ、大変じゃん。結構僕の視聴者さんとかね、カセットテープ詳しい人が多いんだけど、結構ね、なんかわかんないよね。なんかまあ、メタルテープが良くて、 ダットテープもよくてっていうのは分かるんだけどここねダットテープずっと売り残ってるよ、まあ、めっちゃ高いんだけどね34000かなジャンクっていうかまあ新品なんだけどうん、まあ、ケーブル類とかもねちょこちょこあって、うん、ケーブル類とかはねまあ探すの大変だから本当ねケーブルとリモコンはねどんどんねもうみんなせどってほしいでこれねえー ドラクエのスライムのなんか USB ポート1個しかないっていうね口がねでここねまあここであんまり腕時計入荷しないんでまあどこもそうなんだけどジャンク腕時計って入荷する時ってなぜか一気に入荷するよね超解読みたいな時あるんだけど最近一切入荷しないもう12年入荷してないんじゃないのぐらい入荷してないんだけどここ2年ぐらい入荷してないんじゃないかここ 入荷してもね、結構すぐ売れちゃうんだよね。結構おばさんたちがね、結構ね、頻繁に探し来てて、結構毎日のように来てるおじさんとかおばさんとかいるからさ。まあ、俺も結構行ってるけど、でも言っても週1か週2ぐらいだよ。うん。ほんとね、週1か週2って多く感じるけどね、ほんと行く人はもうほんと毎日行くから、1日2回とか全然来るし。これね、モバイルバーってまあ、モバイラっていうのはあんまり、ね、ジャンクで買いたくないよね。なんか、怖いし、危なそうで。あと、下手ってそうだし。 あこれね LSI に入るのかなまあ携帯ゲーム機の一つ、まあ、これ売り残ってあんまりちょっとチープかなそう俺も働いてるときねバイトでねオフハウスで働いてたときね毎日来てる人がね56人いたようんでも別にその人たちが全部ねあの全く毎回買わないわけじゃなくて結構買ってってくれるから助かるよねこタブレットねこれ電池蓋欠品だったのが痛いよね 普通に食べると欲しいんだけど、まあ、よく価値も分かんないっていうのもあるし、まあ、電池豚欠品は結構俺の中で、あ,のあれなんだよね、こういう辺のね、カーステレオとかあって、まあ、iPad Pro4 万か。これ、ジャンクの値段なのかここのね、このショーケース結構いいんだよ。あの商品の回転が激しかったり、いいの入荷する。今だって 2DS の、まあ、画面はあれだけど入ってたし。 PSP 大量にあるし、まあ、まあんま安くないかな。安い、まあ、あの必要だったら安い。必要な時だったら安いけど、まあ、ラッキーって買うほどの値段ではない。うん。あ、そうそう、今回ね、デジカメっていうか、ジャンクデジカメがね、いくつか入荷してあ、これね、何日か前からあるんだけど、ボックス,ボックスっていうんかな。のヘッドホン、かっこいいよね。ギター用とかなのかな。これこれ、これ540円なんだけど、広角レンズ付きのデジカメで、まあ、安いかなと思って、多分これね、 単三電池で動くやつだと思うんだ,よ、ね、だから買ってもよかったんだけど、まあショーケースに入ってたから、店員呼ぶのとかめんどくさいしさ、まあ別にかなとて思って。で、上のね、あのコーナーにはね、この300円でね、歌手の,のデジカメ、まあ割とね、新しめのがあったんすし、300円で動作 OK なんだけどあの、バッテリーがないんだよね。だからバッテリーをまた別で買わなきゃいけなくなるから、結構高いよね、バッテリーはね。まあバッテリー買うってまでは必要ないかなって、まあ本当に必要な人にはいいと思うけどね。 で、彼の楽器がじゃーとあって、スピーカーね。スピーカーもね、ジャンクで入荷するの、ほんと、まれだからね。まあ、レコードプレイヤーとかは結構入荷してるんだろうけど、うーん、レコードプレイヤーもね、いまいちまだわかんないからね。こういうドラムとかあったり、電子ドラムっていうの。まあ、レコードプレイヤーはね、いずれ、うん、いずれ買うからね。まあ、持ってんだけど、1個。で、ね、マイクとかって、結構ね、この楽器類のマイクとかね、あのたまにいいのあるからね。 で、こういうキーボードとかもね、たまにいいのあるし、こういうなんか謎の機械とか入ってる。カラオケのアンプカラオケアンプってどういう意味か分かんないけど、なんか入ってて。うん。ここの辺も結構入荷するんだよね。で、まあ、この辺はあの PC スピーカーみたいなやつがあって、PC スピーカーじゃないな。なんていうのスピーカーシステムかな。で、カセットプレイヤーとか、ラジカセとかあって、この辺とか新しい新肉かな。ま防、あ、敵のクロックス。 プレこの辺も新入荷でなんかカラオケのやつね昔おじいちゃんおばあちゃんちとかにあったよねでまあラジカセがバーっとあって、まあ、新入荷はそこまでないかなって感じはするんだけどうんでまあアンプとかチューナーとかがあるコーナーですねここら辺はねこのこ辺はねほうほうアンプがあって結構ねいいのがあるんだけどねかっこいいなと思うのが3000出せば結構いいの買えるんだけど どうもねいいのがないっていうか、いいのがないっていうか、なんていうかわかんないけど、ね、ここら辺とかね、ここのホールは結構良くてね、あ、これ8ミリカメラ、ハンディの、300円で、しかも単3電池6本かなんかで動くんだけど、なんかいいかなと思ったけど、結局これさ、買ったら絶対直せないよね。直せないっていうか、壊れてたらもう終わりだしね、こんなの。 うん、なんかやめた。うん。本当に味がある映像撮りたかったんだけどね。しかも乾電池だから欲しかったんだけど、すげえ悩んだんだけど、結局8ミリテープが思ってないっていうか今日売ってなかったんだよね。だからやめた。8ミリテープが欲しい。うん。ハイエイトじゃなくて8ミリテープが欲しい。あんま売ってないんかな。どうなんだろうね。ここら辺もたまにね、ポータブルラジカスが入ってますね。あの、ジャンクオーディオのね、コーナーにはね、ポータブル、あ、ラジカスじゃない、ポータブルカセットプレイヤーとか、 あのこの前修理動画で修理して読んだやつとか結構あります。実際ここで買ってるしね。これね、ヘッドがないんだよね。ヘッドっていうか、あの、三脚の頭の部分がないから、カメラと取り付けられないんだよね。いくらい安くても。で、今回ね、フィルムカメラも結構入荷してまして、あー、またでもこれフィルムだけかなと思ってたんだよね。こうやって。フィルムカメラは入荷してていいなと思ってて、こう、あさって、あさっていくと、なんだけど、まだかな。フィルムカメラ。あ、これこれ。 あデジカメもあるんじゃんしかも300円じゃんと思ったんだけど動作オッケーだったんだけどあの乾電池じゃないんだよこれ今から開けるけどバッテリーなんだよねまあバッテリーかーとか思ってまあまあうーんまあうんって感じあの充電の仕方がさまた AC アダプター買わなきゃいけなかったりとかなんかめんどくさいじゃんバッテリーの充電器買わないとしてもさなんか AC アダプター探すのもまあなんか何電圧とかのさ 買えられるるやつあるんだよねそれがあれば便利なんだけど、まあ、そこまでしてこれ欲しいかなしかも3 0 0円だしね100円だったらもっと分かんないけどまあしかもまあカードもねあれだしまあ何だっけフラッシュメモリーだっけ違うな何だっけこれ分かんないけど、まあ、ニコンのこれいいけどまあもうちょっとね高級感あるやつだったら買ってたかもしんないけどちょっとこれね割と普通っぽいじゃんうんまあまあまあすごい悩んだんだけど動画のネタにもなるし、まあ、ちょっと買おうかなってすげえ思ったこれはうん 今日ね、これと、あと、ショーケースの500円のやつと、あと、8ミリカメラはすげえ悩んだ。あ、この後ね、ちゃんとね、あの、何蓋取って、あの電源入れてやってみたら、普通に動きましたね。もう写真も撮れる状態だった。まあ、撮んなかったけどね。まフラッシュとかあって。うん。フラッシュとか地味に欲しいよね。持ってんだけど、あの、レトロフラッシュみたいなやつ。今度紹介するわ。まあ、バッテリーとかはね、でも、バッテリーをハードオフで買っちゃうとね、 ジャンクで買うともう意味なかったりするからねへたってたりしてこれ新入荷のかっこいいねあのコンポみたいなこれもかっこいいなんかモダンのモダンってしたりしたこれねこのミニコンポね俺ねち,ちっちゃい頃じゃないな中学ぐらいの頃ね使ってたんだよ、まあ、ちょっと色違いなんだけどシルバーのやつなんだけどずっと使ってて最後壊したんだけど俺が、うん、壊れちゃって直そうとして壊しちゃったんだけど <laughs> 結局ねうんこれ辺のねコンポ結構安いよねもうコンポなんてね あの探せば安いい。でね、今の動画終わりですね。はい。で、動画終わったということで、まあ、軽く、まあ、気になったものをね、写真を収めました。まあインスタ、印刷ツイッターにあげるようでもあるんだけどね。まあ、3D プリントもあったんだよ。やばいよね。でもまあ、使えないかなと思って。これもね、いいけどね。はい。ということで、ね、ご視聴ありがとうございました。それではまた、バイバイ。Please subscribe!